はい、いらっしゃい。というわけでやっていきましょう。とりあえずフリーザー探してんだけど、どこにいるか全くもってわかんないんで、まあもうほんと勢いに任せて動いてます、今。あれ。また戻ってきちゃった。行ったり来たり。こっちか、じゃあ降りてみよう、ちょっとここ。はい。降りて、で、うん。さあ行きましょう。ここだね。ほい。クリムゾンバッジ。持ってます。うん。ほい。あとは、なんだっけ。グリーンバッジか。ラスト。これが最後の一個。グリーンバッジを持ってるものだけが先に進めるというね。えい。ライスさんいらっしゃい。うん。グリーンバッジを持ったもの先に進める。ほい。どうも、持ってます。これでいいのかな？ほい。うん。ワゴゼさんいらっしゃい。これは？お、ピカチュウ元気？いやー元気そうだね。なにこれ。チャンピオンロード。ゲート。あー、ポケモリ。あ、チャンピオンロードか。ちょ、怖いな。大丈夫かこれ。行ったことないかな？これ行ける？これ。あ、進めなくなってる。はぁ、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 はぁ。怪力がいるやつだな、これ多分。怪力なんて誰か覚えてたっけ？あ、こっからじゃ行けないかな。あー。あ、ゴロンが勝負しかけてきた。ちょっと逃げようか。怪力誰かいたかな？まあ、現状これはいらないとなるのかな？うん、うん。割と怪力なくてもいいけど。そうですね、ピカチュウ版ですね。というわけでいらっしゃい。カシムさんですね。ゆっくりしてください。こっちかな？あ、なんかスイッチが。あー、なんとなくわかった。岩をなんか持ってくる的な？押しても何もなかったんだから、そうだきっと。うん。いける。怪力持ってる僕もいたっけ、そういえば。うい。一寸手が現れた。逃げる。ん？消えてね？あ、ポケモン出すぎだろ。ちょっと若干引いてるんだけど、この頻度はちょっと多すぎ。そんなに？ちょっともう一歩一歩、あれ？三歩に一歩ペースでポケモン出てくるんですが。開いた？通れた。なんだ？押したらいいのか？あれ、ボタンを。あ、これはさすがに、あ。どうしようか、これ。なんか、使うか、あれ。なんだっけ。虫除けスプレーか、なんか。そういや、この頃はポケモンの性別ってなかったんだな。どうも、一応あるはあるみたいですよ。さあ、表示がされるかどうかはわかんないみたいな感じだと思うんですけど。居合切り穴を振る、空を飛ぶ、波乗り、あ、ダメだ。しまった。ちょっとないな、怪力使えるやつが。となると、怪力でいらない、怪力がいらない場所にあるのかもしれない、ゴールが。そうでなかったら、おう！マジか。うい、エリートトレーナーが勝負しかけてきた。ペルシアンか、ちょっとまずいな。葉っぱ買ったろう。うわ。よし、いいダメージは入ったと見た。うぃー。やったぜ。キューコン。あー、これポケモンいるかい。ダグトリオも強えなー、みんな。フリーザーで行こう。うん。フリーザー。戦うで、冷凍ビーム。さあ、どうよ。倒しきれなかっただと？やべえ。あ、そっか。氷に効果抜群か。逆にそっか。うい。倒しちゃえばいいんだけどね。い、負けたわ。こっちか、となると。うい。そうだよね。溶けちゃうもんね、普通。うるさい。
頼むから放っておいてくれたまえ。ダムドリオの方が良かったんじゃ。ダムドリオの方がいいか。まあ68だからな、レベル。でも確かにそうですよね、考えてみれば。うい、逃げる。よいしょ、ここにいれば、ああ、あるじゃん、入り口。うい、逃げる。入るよ。ポケモン多い。リワークすごいけど別に今はいいや。仕方ない、使うか。穴抜けの紐じゃなくてあったはずなんだよね、なんか。電気をかけらない。我慢するしかねえのか。ちょっと多いな。これはちょっとめんどくさいぞ。この頻度はなんだい。やっぱり仕込まれてんのかな、しっかり。あ、ここボタンを押せば。よいしょ。これでどっか開くんじゃね。開かねえ。いけねえじゃん、先。結局怪力いるのか、これ。ゴルバットだ。怪力いるっぽいぞ、これ。マジか。怪力覚えてることもいたっけ。ちょっと待った。じゃあ、そしたら、一旦ダグトリオの穴を掘るで出よう、外に。確認。大丈夫かな。怪力、そもそも怪力って覚えられたっけ、覚えさせるなってたっけ、俺。持ってる技マシン、秘伝マシンだよな、多分。秘伝。うん。怪力って多分秘伝だと思うんですよね。やべえ。あ、まずそっか、俺の、道具の預かりシステム。引き出す。の、秘伝マシン。01が多分なんかね、なんだっけ。あ、居合切りかなんかだったよね、確か。うい。とりあえず、いらないやつ埋め、もう入れておこう。元気のか、すごい釣りざお、ハイパーボール一応言う。月の石、まあいいや、はい。現状月の石はいらないかな。まだ。うい。月の石、預ける。あとはいいかな。回復系ばっかだし。あ、待って、秘密の鍵いらない。危ない危ない。はい。持ってても意味ない。で、引き出すね。怪力、秘伝、秘伝マシン04っぽいな。じゃあ一応持ってこい。あと、秘伝マシン01はいいだろ？技。技マシンばっかじゃん。秘伝03も。一応持ってこう。波乗りっぽいな。あとなんだろう。1は多分違うよね。1から怪力なわけないもん、普通。02は多分な、空を飛ぶかなんかだったはず。多分これでいこう。はい。ポケモン。あ、違う。道具で。マザーマシン。なんで持ってんの ?30。まあいいや、はい。これは波乗り。やっぱ3、波乗り3だ。じゃあ4か、来た、怪力、あったー。はい、覚えさせます。あ、リザードンか。リザードンなー、今ちょっとあんま、ね。ちょっと他何がある？火炎放射、ダメだ。これは、新しい別のポケモンに覚えさせるしかねえな、俺。持ってきて。諦めます。別のちょっと、ポケモンにやらせることにします。冒険用的な、一旦預けるで、フリーザーいっか、預けちゃおう。で、連れていくで、ゼニガン、エビワラいいんじゃね、エビワラなら怪力覚えるだろう、はい。で、道具で、秘伝マシン04。はい。どれ、エビワラ、これだね、はい。すでに怪力、覚えてんだ。あ、そう、じゃあいいわ。なんだ。覚えてるんだったら何も問題ねえわ。はい、じゃあ預けるで、はい。なんだっけ、順番に行こう。あ、違う。あー、違う、預ける。
もう使い、あー自転車預けちゃった。くっさ、後で取り直そう。すごい、正直、穴抜けの紐いらないわ。うん。だってもうあれがあるから、なんだっけ。穴を掘る持ってるから、別に今更やっても仕方ないでしょ。秘伝マシン。はい。あと何がいる？ゴールドスプレーは、ゴールドスプレー持ってたんだ。うん。どうしようかな。スプレー系たくさん持っていこうかな。やっぱ円滑に進めるために。あ、はい、そうしよう。うん。ちょっと、今、金いくらある？まあ、いくらあるにせよ、ちょっといくつか買ってこう。ゴールドスプレーかシルバースプレー。どれがお得かも考えないといけないな、その代わり。ここは、ちなみに、あれか。ショップ。ゼニガメくれたところだ、ゼニガメ。どうもー。はい。買いに来た。虫除けか。ゴールドスプレーは多分あれだろうな。タウン。あ、でもまあ、20個もあればなんとかなるか。逆に言えば。うん。じゃあ行きましょう。これで条件は揃ったと見た。さあ行きましょう。玉虫し、まあいいですよね。もともともう20個持ってるもんね。さっきは気づかなかったけどさ。これ、ゴールドスプレー。なんでこんな買ったんだって話なんだけど、俺も記憶ないんだよね、こればっかりは。そしたら、あれきりいいや、めんどくせえ。自転車一応持ってこう、持ってこう、自転車。預けちゃったんだけど、申し訳ないけど、持ってくわ。はい。預かりシステムで道具を預けない、引き出すよ。ちなみに引き出すときにまたなんかそういうのねえかな。PPD カーがボールの A とか1。ポケモンの冬は違うやな。コーラの化石、テレ、技マシンだらけ。マスターボールが1個余ってんのはなんでだろう。あ、そっか、取っておくっつなんだっけ、そういえば。以前、手に入ったけども。はい。うん。おい、美月さんいらっしゃい。くじください。よいしょ。じゃあ行きましょう。じゃあちょっと、はい。リザードンの空を飛ぶで行けない？いいとこまで。行けないか？ってことは、もう一回なんかめんどくさい、ちょっといちいち、なんていうか、検問を通らなきゃいけないんだな。うん。自転車。うい。はい、チャンピオンロードまで行きますよ。よいしょ、こっちか？今ね、ゲームキューブのアナログコントローラー、アナログパッドって言うんだっけ？違う。このなんだろう、アナログスティックでやってんだけど、すっごいね、こう、細かい操作がね、危ういのよね。だから、時々変な操作したら、僕がこう、操作ミスったと思ってください。まあ、それはあながち間違い、もう、そのまんまなんだけどね。動き、あーん！ほらね。ほらね。こういうことがあるから。目標はね、とりあえず今回、チャンピオン倒したいと思います、頑張って。ま、その前に、チャンピオンロード制覇。これが目標ですね。今は。うん。その上でも、割と早めに、もうクリアできるんであれば、そう、もう攻略したいと思います。行ったそばからやっちゃう、俺。どうですか？そういうちょっとお茶目なミスするやつって。あんま良くねえな。行った俺がそうだけど。はい。自転車に切り替え。はい。ね、乗るよ。自転車で、顔パスで。はい。だいたい、今絶対事故だよね、ただの。あ、これ一回降りなきゃいけないんだよな。はい、降りる。で、ポケモン、シードラ、波乗る。行ってきまーす。よいしょ。あ、ごめんなさい。すいません。通してください。おい。で、これでこっちか。で、降りると。あとはもうのびり行きましょう。まさかこの草むらでポケモンが出てくることなんてことはありえねえだろ。ぜひね、そこまで持ってきたらというふうに思いますけども。あとちょっとかな？もう少しで。ほい。よーし。さあ、チャンピオンロード挑戦だよ。じゃあ早速ね、怪力技術使っていきましょうか。ポケモン、まず、道具で、ゴールドスプレー使って、早いかな？ちょっと使うので、ポケモン、エビワーラー怪力で、はい。ミスらないように頑張りましょう。こうやって、もうこれは間違いないね。で、こうで、はい、2、2。もう一回いっちゃおう。はい、3の、
で、こうだ。4、ちょっと無駄足踏んだかな。で、5の、で、こうだろ。おい。ここから慎重に行こう、慎重に行こう。あ、結構歩数無駄にしてる感がある。よいしょ。さあ、どうする、ここから。あっと、危ない。ちょっと焦るね、これ。あ、でも、いけるいけるいける。こう、いったらこう置くでしょ？で、1、2とやって、で、こうだ。で、それで、上、こう、ポンと置くと。こうすることで、扉が一つ開くと。こういうことをやってきゃいいんだな、要は。上はちょっとできないので、交流で。まあ、定期的に確実にね、仕留めていきたいと思います。ここは、ここは行き止まりだからやらなくていいんだよね、確か。まあ、モンスターボールあるけど別にいいかなっていう。二つあんの？まあいいや。なんかどうも罠な気がする。ここか。で、こいつ蒸して、はい。さあ行きましょう。ここもだなぁ。こっから押すと動けなくなっちゃうから違うな。じゃあ下か？下だね。あ、あるじゃん。はい。じゃあ行きましょう。あ、怪力はまだ起動してんのかな、これ。あ、起動してねえわ。ああ、前の前のそっか、変わるときは、マップが変わるときはやり直さなきゃいけないんだな。こうか。一旦やっての、危ない危ない、怖っ。早く見せるとこだった。で、こうして、で、ここをこう押していくと。よいしょと。オッケー。これで、どうだ？開く？開いたね。ゆっくり行きましょう、次の回し。おー、ぶねえ。うえーい、無視。ガン無視書きますけど。あ、これはでもまあ、あれ？あ、違う。はい。わざましい05。はい。え、ファイヤーいた？嘘。え、ファイヤーいんの？ちょっと。俺、それは考えてないぞ、今回。でも倒すか。倒すっていうか、捕まえるか。フリーザファイヤーも、捕まえてきたからね。あー、早くないですか。にしても早くないですか、すぐ来るの感じ。嘘。うわ、見損ねてた。ちょっと行ってみますか、行けるとこまで。ちょっとごめん、スプレーガンガン使います、ここ。なんでしょう。よいしょ。おーっと、危ない。ファイヤー、ここら辺にいるのこれ。なんでも直し。後々使えそう。こっちら辺いそうだな、なんとなくだけど。うおー。あ、いなかった。わさましめちゃ手に入る。これ、後々これ荷物邪魔になっちゃうんだよな、これ。じゃあ、とりあえず行きましょうかね。ほい。さあ、ここあるぞ、多分。ここの岩をどこに持っていけばいいんだ、これ。おっと、罠には引っかからないよ。左かな？割と。左へぐーっと持ってって。あるね。あ、でもこれ地下行けるじゃん。あー、どうしようかな、これ。あー、一応アイテムだけ拾ってじゃあ、ほい。またわざましいんかよ。まあいいや。はい、で、ここだ。ちょっと怖いな。あ、こっちに繋がってんのか。あ、あー！来ちゃった、ファイヤーのとこ。セーブ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 、レポートレポート。マジで偶然来ちゃった。いや、俺、待て、俺、割と後回しにするつもりでいたわ。でも、ここまで来たら捕まえるしかないでしょ。どうしよう。とりあえず不思議バナで寝かせることに、を意識しましょう。行くよ。来い。ギャー。さあ、行くぞ。うおー、来た、かっこいい。ファイヤーが飛び出してきた。はい。行け、不思議バナ。戦うで、眠り粉。うん、捕まえる。うわ、効かなかった。やばい、やばい、炎のさん、まずい。やめろー、やめてー。あぶね、あ、ダメだ、炎のずっと続くんだ。待ってー、やめてー。いやー、死ぬ。よし、よし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 、いいぞ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 。目早い、目覚ますの。よし、グーグーで見てる。いいね。どうしようか。これは、とりあえず、居合切りでちょっとダメージ与えて。ちょっとずつダメージ与えていきましょうよ。お、いいね。いい感じ。おーしよしよし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ。でも、ボールあるかな？大丈夫かな？ボールあるかな？ちょっと怖いんだけど。うっ、ういもう一回いける。もう一回いける。もう一回いける。えい。もう一回いける。うおーし。もう一回、もう一回いける。もう一回。もう一回いける。これはもう一回いけるだろう。さあ、いい感じに、いいね、いいね、いいね。よしよしよし、ちょっと行ってみよう、ちょっと行ってみよう。一回投げてみる。
回復満タンクセミ、あったハイパーボール、いいね、36個。いけ、さあ来い、さあ来い、一発で、あー、さすがにそういうわけにもいかないか。あー、目を覚ました。戦う、眠り粉な、はい。いや、マスターボール俺置いてきちゃったんだよ。はい。ファイヤー眠ってしまった。そうだよ、拾ってくればよかった。てっきりファイヤーがいいの忘れてたわ。道具って、ハイパーボール、さあ来い。でも35個もあれば捕まるだろ。頼む。いや、まだ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 。よーしよしよし、いいよ、そのままね、ずっと寝てろ、お前は。な？な？ずっと寝ててくれ。ハイパーボール。さあ来い。お願い。あー、全然ダメだ。もう、ちょっとダメージ詰めることできねえよな、でも俺。もう、ハイパーボール。葉っぱカーターだって急所当たっちゃうもんね。さあ来い。うー、全然ダメじゃん。全然ダメじゃん。あー。マジで？ちょっと俺モンスターボール投げてみる？モナー試しで。うい。グーグー寝てる。いいぞ、いいぞ。ゆっくり寝て、ゆっくり寝てな。じゃあちょっとモンスターボール投げてみる？これで捕まったら奇跡だけどね。あるっけ？モンスターボール。1個あったはずなんで、1個か、いくつかあったんだよね。あった。6個。試してみようか。いや、まさかね、そんなモンスターボールで捕まるなんてそんなやばな。おい。徹底的にフラグを立てて逆にと、捕まえてやろうと思ったけど、さすがにそういうわけにもいかないな。ちょ、ここはごめんなさい。ハイパーボールでいきます。32個頼む。いやあ、どこのレモン。さあ頼むよ、ちょっとここはハイパーボール。さあ来い。うん、全然ダメじゃん。全然ダメだこれ。どう、眠り子な。まだねえだろもう。どう、ハイパー、さあ来い、ハイパー来い来い、お願いお願いお願い。なんで1段階以上いかないんだろうな。どうしよう、もうこれ以上でもダメージ与えたら死ぬぞ、ファイヤー、ほんとに。おい。確かに。ただね、これ、いくい、ガーよし、急に来たぞ、急に来た。やったー、よし、伝説の鳥ポケモン3体確保。夜空さえも明るくするほど激しく燃え上がる翼で羽ばたく伝説の鳥ポケモン。急に来たわ。よし、よし、これで一つの、あれ、目標みたいなもんですけども、伝説の鳥ポケモン3体確保、終わりましたね。あとは、もうこうなったら、あれ？行き止まり？ってことは？ここまで持ってくんのか、もしかして。さっきのこの岩を。あー、なるほど。伝説の鳥連中って種。ここは行けないとなると、でもこれバトルになっちゃうんだよな。先こっち行ってみようか。なこと言われても俺には、あー、ダメだ！やんなきゃいけないな、結局。はい。じゃあ、もう一回使おう。はい、道具。ゴールドスプレーもこうなったらもう全部使っちゃうよ。うん。残すのもあれなんで。ここ、これを、あ、またまた、また。危ない危ない。いけるかな？道具、ポケモン、エビワラ、怪力。はい。いや、押せるんだった。で、1。フリーザーがいい。あー、ガロさんはフリーザー派なんだ。なるほど。俺がどうなんだろうな。かっこよさで言ったら割とファイヤーかもしん、あー、でも、難しいなー。はい。ちょっと怖いな。こうやってなんか先っぽが、先っぽっていうか、先が見えないからさ、急になんか積んだりとかしないよな。めっちゃ怖いんだけど、それ。こうやって持ってくしかないね。とりあえず。あー、そろそろ角が見えてくるね。おっと、怖いよ。あ、どうしようか。一旦じゃあこっち置いて、ね。で、どうしよう。置く。ここまではいいわ。ここまでは、で、入れてどうすんだ、これ。入れる。もう一回入れちゃ、じゃないと俺が入れない。ここまでは仕方ないんだな。で、こうか。こうやって、で、こうか。はい。こう持ってきて、で、横からドンってやれば OK。 よし、できた。結構大変だな、これ。ポケモン毎回出てきたらめんどくさいだろうな。今こそ、今それこそなんかあれ使ってるからいいですけど、ゴールドスプレー、これで先が開くと。なるほどなるほど。よし、行きましょうか。ほい。あー、バトルやだー。回避できそうにねえな、これ。よいしょ。あ、これでどうだ。よいしょ。あ、いけた。やった。あんまり戦いたくないんだよね、今のうち。消耗戦は嫌い。あ、なにこれ。あ、落とすんじゃねこれ。落としちゃおうか。ほい。
落とすっぽいね。で、こっちはなんだろう。一旦押してみるか。あ、あーなー、これは関係ねえな。さっきの場所戻っちゃうから。じゃあこっちだ。あー、これはなんだ？どうしよう。こっち押して、これ下か。ほい。落ちんのか、自分。あ、隣に落ちてきた。で、どうすんの、これ。あー、スプレーの効果使おうか。はい。ゴールドスプレー。あと5分になりました。はい。効率よくいっちゃいますよ。どこだ、今度。どこに置けばいいんだろう。あー、まずい。あー、何歩か無駄にした、今。あれ？ここって来たな、一回。来てないか。来てないか。来てないよな。あれ、どこだ、これ。反対側か、これ。おっと。ここら辺にスイッチはないから違うな。あー、無駄しくったな。多分、だから、この怪力のギミックを全部やんないと、ゴールまでたどり着かないんだろうなっていう気がするんですよ。となるとこっちかなっていう。あ、なんか使わなきゃ。はい。あ、違う。ポケモン、エビワーラー怪力。はい。はい、行きましょう。はい。最高。地味な作業。まあ、頑張りましょうか。てか、どうですか？新しいサンムーン購入した方っていらっしゃいます？面白かった。やった方に、てか、買った人いるのかな？まあ、多分、だめだ、やっぱり、ポケモン、あれ、あるじゃん。もう、こんな簡単でいいの？わかりました。はい。ポチッとな。これでいいじゃん。あ、3DS 持ってないです。なるほど。よいしょ。これか。で？あー、で、これで地下か。はい。で、行って。え、なにこれ？あ、出口だ！あ、来た。攻略した。全然なんか使わなくて済んだ。あ、ということは？もうこれは、なんだこれ。いらない。こんなにいらない。こんなにどうぞいらない。ちょっと多すぎ。何これ？なんて書いてあるのこれ。もしかして。石英高原。なんだよ。おい、てっきりなんかさ、こう書いてあるのはなんか、過去のチャンピオンの名前とか、そういうのが書いてあるんだと思ったわ。だったらなんか胸熱だったのに。来たー。はい。預けちゃうよ。終了まであと3分になります。さあ、もうあとはね、もう、四天王として、やっつけちゃいましょうよ。もうチャンピオンもやっつけて、撃破ですよ。うい。お待ちどうさまでした。ありがとう。ん？もうお待ちしております。いえいえ。で、ポケモン一応入れ替えよう。沢村お疲れ様。うん。はい。あれ？エビワラだよな。ん？あ、いや。ちょっと待って。預けるで。エビアラだよね。失礼。うん。はい。で、連れていくで、さっきの、ファイヤーはいいね。フリーザーで行こう、フリーザー。うん。ほい。フリーザーまた連れていくことにした。よし。オッケー。で、行きましょうか。一応セーブはしておくか。ほい。道具。レポート。はい。あとね、なんかこう、回復系は割とマジで持ってった方がいい気がする。今何も、あ、回復系大丈夫かな、ちょっと勝手に。次枠でね、じゃあクリアしたいと思います。ミュウツー捕まえられる。まず頑張るわ。ハイパー、スーパー、回復。あー、どうしようかな。マンタ、回復の薬。マンタの薬いい気がするんだよな。蘇生系、そうですね、確かに。とりあえず、10個買って、マンタの薬。はい。うわー、結構金かかるな。で、かけらとかかけら。かけらいくつ？あー、あるね。1500円。あ、安くね？うん。10個。うん。10個ありゃ足りんだろ、多分。ちょっと一応待って、いらないものとか置いてこうかな。あ、はい、スプレー、今更、もういいよ。もうあともうバトルだけだから、ちょっと準備だけして、はい。で、引き出すね、なんかなかったかな。よく当たる月の石、船のチケット、マックスアップ、金の玉、はい。今のところはなさそうだね、なんか必要なやつは。マザマシン、いらない使わないマザマシンとかたくさん入ってるだけで。マスターポールは今使う必要ないし、ないね。はい。じゃあ、何もなさそうです。現時点持ってる道具。終了まであと1分。ゴールスプレー、自転車、回復の薬、満タンの薬。かけら足りないか？俺だから ?PP 回復、あー、そっか。ってことは、PP マックスかなんかあった方がいいな。さっき持ってたやつ。うん。持ってこう。はい。道具を引き出す。PP、マックスアップじゃないな。あ、これ、PP リカバー。はい。PP エイダーとリカバー両方持ってこう。うん、一応。エイダー、リカバー。はい。多分リカバーが回復なんだろうけどね。あとは、買い足そう。
かけら20個ぐらい買っとくかじゃあ。うん。一応。え、買いに来た。かけら、あるかなこれ、なんでも直し、満腹の薬。あ、ないね、これ、PP 回復系。まあ別にいいや。なんでも、元気のかけら、とりあえず10個買って。はい。あと、なんでも直しも一応あった方がいいか。ワン、念のため。うん、状態異常は割と。あ、でもそれは満タン。回復の薬。ああ、そうか、一応、はい、6000で。いくら命あっても足りないよ、これ。でもこれ一気に爆発させるのが手かなと思った。逆にかん、一気に落とすのがやっぱりいいと思いますね。これ怖い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 。ああ、嘘。ああ、クラッチした負けだ。ガードやっぱしなきゃ無理か。突っ走れば間に合うと思ったんですけど、そんなに都合のいい話じゃないですよね。これ今回一番きついかもしれない。